DNA ワクチンは病原体を構成する成分の設計図である DNA をワクチンにしたもの、遺伝子ワクチンとも呼ばれる。筋肉内に投与すると DNA の指示に従って病原体の一部であるタンパク質を合成し、そのタンパク質に対する免疫が作成され疾患の治療に寄与するものである。DNA ワクチン技術はエイズやインフルエンザなどの感染症、ガ アレルギー、アルツハイマーなどの疾患に対して開発の進んでいる次世代のワクチンで抗原タンパク質を高度する遺伝子型で抗原を生体に接種するという分子生物学的技術を取り入れた最先端の免疫法である。しかしその一方で DNA ワクチン接種がなぜ効くのかの解明はあまり進んでおらずより効果的なワクチンの開発や副作用の予防のためにも 免疫学的、生理学的作用メカニズムの解明が急がれている。2019新型コロナウイルスは短期間かつ急激に感染が拡大したため、研究機関や医薬品メーカーの手によりワクチンの開発が早急に進められることとなった。しかし、従前の経営卵を使用したワクチンの製造技術は生産性が低い上に確実性がないとして、他の生産手法、技術についても、 盛んに模索が行われた。DNA ワクチンはその一つとして有望視されており、2020年3月には日本のアンジェスが大阪大学、タカラバイオと共同で DNA ワクチンの開発することを発表したほか、同年4月にはアメリカのメーカー、イノビオファーマシューティカルズが臨床試験を始めたことが公表されている。DNA の右巻きの二重螺旋構造が細胞内で、 タンクバインディングキナセイチという酵素を介して自然免疫系を活性化することでワクチンの内因性アジュバントとして採用し自然免疫系活性化のシグナルが DNA ワクチンの効果発現に必須である DNA ワクチンの製造過程で遺伝子組み換え技術の使用は規制の対象となる DNA ワクチンの保管、運搬、動物への接種等については規制の対象とならない 日本ではアンチェスがナスダック上場のバイカルに出資して2016年から共同で開発を進めている。ありがとうございます。